ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ行きますか、次の場所へ。犬の輪、お、ワンパチか、来た来た。ワンパチ久々に見た気がする。私のワンパチ君が気に入ったのかな。それはともかくいいところで出会ったよ。ラテラルタウンの遺跡だけど、やはりガラの英雄のことを伝えているって話だな。もっともレプリカなんだけど。レプリカなんや、あれ。君なかなか鋭いし、また意見を聞かせてほしいんだ。おお、何、爆発？エール弾の仕業？何の音？遺跡の方から聞こえたけど。行ってみる。行ってみよう。おいで、ワンパチ。なんかブティックとか結構生きよるみたいやけど、格好変わりよんかな。今は、そこを気にしている時ではない気がします。大して変わってないんじゃ。なんだなんだ？遺跡からすごい音がしたぜ。観光客に向けて何かのサプライズかよ。何、花火的な？違うと思うけど。みんな向こうの方向を見よる。上で何が起きてるの？なんでここで止まっとん？上まで行けよ。何が起きた？遺跡で何が起きてるんだ？いきなりの大きな音は人を不安にさせますね。子供の方がしっかりしている。おじさんしっかり。なんか見たことある。もしかしてジムチャレンジャー？お、もしかしてホップ？あ、違う。あのポケモンは、もっと、もっと壊しなさい。願い星を掘り出すのです。え、遺跡、え、掘っちゃダメじゃね？観光名所だよね。願い星を集めれば委員長が認めてくれます。大王道、あなたも委員長のポケモンならば、願い星を探せることを心から喜ぶべきなのです。委員長のポケモンなんや。なんで連れとんやろ。やれやれ、あなたですか。今からでも願い星を集め、委員長に気に入られたい。そういうことですか。なるほど、考えたものですね。そんなことは何も言っていない。ですが、そんなことは認めません。誰にも邪魔はさせないのです。おー、いきなりの勝負？いいけども。ポケモントレーナーのビートが勝負を仕掛けてきた。すごいなんかね、意地が悪そうな顔をしている。自分のポケモンは可愛いのね、ずっと。よし、トロッコンで。あ、でもここは、あれよね、格闘系が効くんよね、きっと。ってことは、エースバーンか。よし、行ってこい、エースバーン。はい、来たー。相手のタブランの光の壁。多分全体的にフェアリー系とかかな。あっこが使えるのは。何そんな可愛いポケモンばっかりなんやろ。謎。あ、違う、格闘じゃない。え、ちょっと待って、あなたたちの実力、今のでほぼほぼ理解しましたよ。そんなことないと思う。そんなことないと思う、きっと。え、ちょっと待って。ニトロチャージ、え、何が効くんだ？トロッコンでよかったんかな、もしかして。え？鋼か。効くの。あれ、違ったか？アユナは混乱している。ちょ、待って。ここノーマル、ここ弱いけんな。弱いけんな。え、まあ、とりあえずあれか、格闘ではない。格闘ではないということやね。どうやらレベル差でゴリ押しすることにしたようだ。でもフェアリーに効きそうなのが特にないんだが、自分の手元に。つらい。しかも回復してくる、マジでやめてよ。ああ、今与えたダメージ分ぐらい一気に回復してん。やめてください。炎の誓い。お、こっちが先や。ってことは、ああ、やっつけれてない。エスパー、エスパー系か。ああ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。ゴリ押しも無理みたいですね。とりあえずエースバーンの火炎ボール、これでやっつけとこう。やっつけて、次ちょっと、次のポケモンどうしよう。ゴースト系は確かおったはずやけど。ポケモントレーナーのビートは
ゴチミロを繰り出そうとしている。待って、入れ替える。え、デスマスでいけるかな。一応ゴーストたたり目、ニャースはちょっとまだねレベル上げ中だからこの道中でちょっと上がるかなと思って一番下に入れといた。デスマス初めて使う。もう相手のポケモンを可愛いという余裕もなくなったみたい。たたり目どうやろ。いや表情表情ちゃんとして、嘘泣き分かりやすすぎ。たたり目効果は抜群だ。一応効果は抜群なんかは多分レベルの問題やんね。あとはなるほど、ってことはやっぱりエスパー系ということか。うおー辛いよー。効果は抜群だ。効果は抜群なんだけれども、効果は抜群なんだけれどもつらいやつだなこれは。青ガラスいっとくか。まだレベル差でどうにかしようとしているらしい。ノーマルと飛行しか技ないけど、とりあえず。あれ、こいつ今までめちゃくちゃ簡単に倒せていたはずなのに今回のメンバー的にちょっと不利やったかな。まあでも頑張っていくしか。ドリルくちばし、青ガラスのドリルくちばし、ここはもうレベルご利用しで若干残った若干残った、やめてよ。乱れ好き、当たらない、マジでやめて。再起光線連続とかやめて、つらい。ちょ、続く続く、いけ、お願い当たって。オッケー。ふー、あ、ポケモン変わった、進化したんかな。おっしゃ、トロッゴンレベル33、ニャースレベル17。ポケモントレーナーのビートはテブリムを繰り出そうとしている。とりあえずそのまんま行こう。かわいいよ。多分この子も進化したよねきっと。ドリルくちばし、いけ、あと一発ぐらい。僕の相棒が放つ技はさぞかしご機嫌でしょうよ。なんだ、再起光線ばっかり使いやがって。あー、耐えてくれるかと思ったけど無理だったか。そう、ちゃんと回復をしてあげましょう。ってことでトロッコン行きます。結構ギリギリな感じになってきたね戦いが。焼き尽くす原子の力、どうやろ、岩の方が効くんかな炎より。おー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 、原子の力いけ。うーん、微妙やね微妙やね。まあ、一応攻撃力とかいろいろ上がりよるけど。高速スピン、おお、ギリギリって感じレベルでご利用した感じ。お、ニャースレベル18。まあ、まだレベルが低いけんね、バシバシ上がっていく。ポケモントレーナーのビートはポニータを繰り出そうとしている。まだいるのか。そうか、このまんま行きます。あれよね、夢かポニータよね委員長のために勝ちます。僕の生きる道を塞がせるか。別に生きる道を奪おうとはしてないけど、かわいいかわいい、ね、やっぱ効果あり程度なんね。あ、ここは戦ったことあるけんわかる。やっぱりデスマスのたたり目、デスマス出してちょっと一旦回復する。その前にやられますよ。大丈夫かな、相手の攻撃でバシッてやられそうな感じあ、再起光線出されるじゃあ無理。あー、ですよねですよね、レベルご利用しだいた方が良かったかな良かったかな。これはトロッコンでいきます。てかやばくない、もうあとエースバーンもあんな感じやし、あともう弱いポケモンしかいないんですけど、あ、やばいよやばいよ。あれやね、普通のポニータに比べてたてがみが炎じゃないんやね、ふわふわ。焼き尽くす、焼き尽くせないよ、撃ち落とす。
スピードを上げてきた。撃ち落とす。撃ち落とすって言われてもね、鳥じゃないけん空は飛んでないんやけど、もともとあ、多分耐えれるはず。いけるいけるいける。よし、ゴリ押しゴリ押し、原子の力。よかったよかった、なんとか倒せて。お、ニャースレベル19。ふう、ギリギリ。これは何かのミスです。やり直しを要求します。いやいやいや、な、公式試合じゃないんやけん。しかもミスではないです。なぜ、どうして僕が邪魔されるのです。委員長に選ばれ、いずれはチャンピオンに勝つ、いわばガラルを背負って立つエリートの僕なのに。ビート選手。おお、今回は真面目な格好してるね。スーツを着てるとお腹のポッコリが目立たないみたいだローズ委員長のダイオードをお借りしたいって何事かと思えば、まさか遺跡を壊すだなんて。千年先の未来に比べ遺跡が何だと言うんですか。そのように甘い香りよりも甘ったるい考えで委員長をサポートできますか。なぜ主張しているんです。いやいやいや、歴史は大事にしよう。ビート君、声を絞り出すけれど本当に残念ですよ。確かに幼い頃孤独だった君を見出した。才能を伸ばすためトレーナースクールにも通わせたし、昔の私を思い出しチャンスも与えましたよね。ですが遺跡を壊すようなガラルを愛していない。君のような選手はジムチャレンジにふさわしくない。追って処分を決めるからすぐナックルシティに戻りなさい。おお、ついに、ついに見放される。おお、表情が初めて崩れた。嘘ですよね。僕が失格ということは選んだあなたのミスですよまだそんなこと言うか。100ある選択肢の中で最も最悪のチョイスです。ビート選手、あなたが集めていた願い星を預かっておきます。おお、ついに罰が下されるね。まあ、だって遺跡を壊すって絶対ダメやろ。ソニア君、アリナ君、とんだトラブルでしたね。こんな形でチャレンジャーが消えていくのは寂しい限りだが、大会はフェアでないとね。え、大会出れないの結局。え、ちょっとかわいそうやけど。マジか。ビート選手の試合で実況が言っていたけど、身寄りがいなくて引き取ってくれて委員長のために戦うって。ふん、遺跡は無事かしら。まあ一応、もともとあれ壊れとったし。え、無事じゃない。あ、なんか出てきた。立って。立ってや。あ、ソードもある。ソード&シールド。ん？何か、点と点が繋がる？これ、あれかな？伝説のポケモン的な。何？あれ、二人の英雄かな？後ろの。アクシデントによって日の目を見た遺跡。ガラルのどんな伝説を伝えている？剣と盾、そのまんま。うん。英雄よりもはるかにポケモンらしき存在が目立つ。しかも2匹のポケモンが使っていたかのように、剣と盾を持っている。本当の英雄はポケモンやったということかな。他に気になることは？タペストリーと同じ。英雄は2人。そこはもう前言ったけんね。タペストリーと同じ？そうなんだよ。英雄は2人なんだよね。やっぱりそこなんや。だとすると、スボミインでの英雄の像は、なぜ一人だったのか。一人は辞退した。違う。英雄の像よりも古いタペストリーよりも、昔に作られた遺跡が、より真実を伝えているはず。すごい立派に残ってるね。ということは、剣はポケモン、盾もポケモン。ほ？どういうことや。だと思う。いつしか剣とポケモン、そして盾とポケモンは同じものとして扱われ、歴史の影に消えていった。英雄は若者二人、剣と盾はそれぞれポケモンだった。でも真実を伝える遺跡は芸術すぎる絵で隠された。芸術すぎたんかな？すぎてわからんかったんかな？みんなには。一体どういうことかしら？意図的に？ありがとう。あなたのおかげで大発見ができたかも。いつものこれを分けてあげるから、あなたもジムチャレンジファイト。今度はアラベスクタウンだよね。アラベスクタウン？
は多分あのポーラが手紙を届けたいって言った男の子がおるとこやっけ。アイナは元気のかけらを2個手に入れた。誰やった？フランク君やったっけ？あ、みんな集まってきてる。あまりにも芸術的すぎる絵で覆われていただきし、もう少し調査しなきゃね。これは新たな発見として伝えられるんかな。遺跡の真実。調べてるソニアさんってマグノリア博士の孫なの？そうだよ。ん？英雄って人とポケモンのことなのか。ここで初めて知る人が多いんかな。壊される前の方が芸術性がありました。それは子供の世界的にじゃないかな。ラテラルタウン名物の遺跡の奥に隠されていた英雄像、二人の英雄と2匹のポケモンが並んでいる。絶対こっちの方がかっこいいよ。掘り出し物で大儲けだぜ。え、あの像のことではないよね。掘り出し物。多分ソードまんじゅうとか売り出すんですよ。おお、ここにもいる。双子ですか？同じことまで喋る。双子ですか？遺跡の話、アラベスクの連中にも知らせてやらねえとな。アラベスクタウンに行くにはキノコの森を抜けないとな。ああ、じゃああっちの森を抜けていくとアラベスクタウンか。いい試合だった。ナイスファイト。ありがとう。さてことで、とりあえず、びっくりした。とりあえず、なんかここ入っていける？あ、闇の石。お、ある特定のポケモンを進化させる不思議な石、闇のように暗い。こっちは出ていけんのか、クソ。はい、ということで、出てきたけど、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私は最初に描かれていたあの絵より断然奥から出てきた像の方がかっこいいと思う。芸術的。